国際空手道合従流旋舞会は1939年初代宗家泉川寛喜によって創設された東日本で最も古い合従流の道場である。現在次男泉川勝也が三代目宗家として伝承された古伝合従流を指導している。三代目は大東流愛知柔術の達人吉丸慶雪氏より奥伝を任許されている。大東流の奥伝技法を合従流に取り入れ独自の技法体系を作り指導している。この動画は道場での指導内容の一部をダイジェストとしてまとめている。予備運動、二軸骨盤移動、帯を使うストレッチ、前蹴り、下段中段回し蹴り、関節蹴り、内蹴り、補助運動、逆付け、人を打ち、裏剣打ち、降参け、引き受け、抑え受け、器具鍛錬、彩を振る、丸棒を回す、三振飴鍛錬、チーシー鍛錬、サーシー鍛錬、V 鍛錬、巻き腹鍛錬、八拳打法、角棒鍛錬、身体鍛錬、かけて、親指関節決め、手首関節陽国決め、よし関節決め、手首づかみ小手ひねり、よしづかみ小手ひねり、肘押さえ、腕がらめ、肩関節決め、その1、肩関節決め、その2、背頭打ち、裏首締め、小手打ち、倒し、接近打法、片手小手返し、手首づかみ肘押さえ、振り子倒し、押さえ受け、のど輪、旧大厚木法、奥襟づかみ表首締め、綾手取り、手首肘押さえ、小手打ち、倒し、小手技法、払い受け、小手いづき、迎え受け、小手いづき、打ち差し受け、倒し、引き受け、倒し、絡みて受け、倒し、外払い受け、段階稽古、1、2、3、4、1、2、
明治外原行け大陣へ行こう3、4、1、2、1、片稽古専務の劇祭初段専務の劇祭三段千円地スーパーリンペイ三鎮天照国道芸人専務のヌンチャク専務のトンパー全部の際全部の根性全部の根大